将来はロシア語を使ってロシアの魅力を日本へ、日本の魅力をロシアへ伝えていく、そんな人材になりたいと思います。高校時代からですね、言語というものに興味がありまして、でそれでいつかその世界にその土地の言語を使って旅ができたらなという思いがあったんですね。最終的にこのロシア語メジャーを決めたっていうのは、創価大学のロシア語をよく学べる環境っていうものと、ロシアとロシア語をより深く好きになってみてもいいのではないのかと思いまして、最終的にロシア語メジャーを選択しました。ロシア語メジャーはですね、文学部の中でもそんなに大きなメジャーではないんですね。なので教授とかそれから学生も含めて、一つの家族、仲間、そういった感じの面白いメジャーだなとは思います。自分が留学したのは大学の交換留学の制度を使いまして、約1年間ですね、ロシアのモスクワにありますモスクワ国立大学という大学に留学をしてきました。もちろん不安はあったんですけど、それ以上に楽しみなところが実際は大きかったです。大学内の授業にですね、ロシア語学といった授業がありまして、そこではその日本語とロシア語の言語を使って先生が丁寧に教えてくださるので、学内でのそのプチ留学っていうんですかね、ミニ留学、ロシア人にどうやって挨拶したらいいのか、ロシア人流の挨拶の仕方だとかマナーだとかっていうことも勉強していたので、そこは大きかったなと思います。現在はロシア語をより深く学ぼうと思いまして、大学院進学を目指して勉強し続けております。ゆくゆくはですね、ロシア語のみならず、そのロシア語が含まれているスラブ語、そういった地域、スラブ世界の魅力を日本へ、また逆に日本の魅力をスラブ世界に発信していくっていうことをできればなと思っております。